はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのエジプトフロンティアーズのプレイテスト版をプレイしていきたいと思います。こちらは近日登場予定の日本語対応ゲームとなっています。しかしプレイテスト版では日本語は使えませんので、いつものように Google レンズを使用してプレイしていきたいと思います。ゲームの内容は、プレイヤーは古代エジプトを探検し、本格的なピラミッドを建設し、戦略的な判断を下す。このゲームでは戦略モードと一人称視点モードの両方で実際の歴史を学んだり、独自の文明ビジョンを制作することができますということで、まあデモとかトレーラーの方ではこのピラミッドを作ってるシーンなどが出ていましたね。興味がある方は動画の概要欄に詳細貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは早速ですね、プレイしていきたいと思います。さあ、始まりましたね。Welcome to Egypt Frontier ということで、まあ、会話がありますね。Use WASD で動いて、C でしゃがむと、左シフトで、ウォーク、走ったりとかできるよっていうことかな。ですね。操作の基本的な感じかな。スペースで、あとジャンプもできますね。あ、なるほど。走ると、左下にあるスタミナマークが、減る感じですね。オッケーオッケーオッケー。お、ちょっと待ってよ。これは何？スティック F でピックアップ。ストーンシャード。石のかけらですね。で、ロープがもらえると。で、ここなんだろう。これと、この人もなんか、鳥のマークとか出てますね。トークがありますので、話していきましょうか。ついに先生、少し時間がかかりましたね。と、ちょっと船に問題がありましたと。ああ、なるほどと。さて、状況は変わり、ファラオはあなたの乗組員をあなたなしではピラミッドに送るように命じましたよと。まあ、とりあえずなんか言われたよということですね。今から、ホルス宮殿の建設に協力が必要ですと。始めましょう。何かヒントはありますかということで、ワークベンチの話が出てますね。こちらは、まずはワークベンチの使い方を学びましょう。近くに一つあるはずです。角度をかけて戻ってくるようにと。作業台の使い方について他にアドバイスがありますかということで、まあなんかトライアングルを作るのかな。ああ、クエストブック出てますね。こちらの方はなんだ？ゲーム中に様々なタイプのクエストが見つかります。その中には掲示板から収集できるものもあれば、困ってる人から直接割り当てられるものもありますと。すべてのクエストは行為、またはクエストブックから調査できますと。すべてのチュートリアル情報はヘルプブックでも見ることができますよということですね。で、左上の方にタスクがあると。クラフト、アングル、ユーズング、ワークベンチ。これですかね。ワークベンチ。クラフティングをするには作りたいものを選ぶのかな？えい。あ、で、こちら、アングルですね。スティック1個でできると。で、これは当てはめていけばいいのかな？あ、なるほど。マウスのホイールで当てはめ、回転させて当てはめる感じですね。よいしょ。さあ、これでできました。OK。で、報告すればいいのかな？クラフトトライアングルできましたよということで、キャノピーを作れって言ってるのかな？ということで、これは分かったよと。さあ、このツールちょっと見ていきます。小さな建造物を構築するには三角形を装備し、リストからオプションを選択しますと。必要に応じて位置を調整し、左クリックをして、あとはリソースを入れてくださいよということですね。まずは装備か。これを番号に持っていけばいいのかな？で、現在今、装備してる状態ですね。で、選んでいけば OK と。ここに四角が出たから、これなのかな？キャノピー。あ、これですね。これを作ると。で、木材をこいつを持っていけばいいのかな？ 6 個まで持ってますね。5個しかない。あ、んで当てはめていけばいいのか。柱、屋根、屋根ですね。あ、あとはなんだこれは。ロープ。ロープは確か最初の方にもらいましたね。これで OK？ で、できたよということで話しましょう。
キャノピー作ったよということですね。そしたら村の南に神殿を建てる準備ができましたと。ただしそれを実現するには何人かの労働者が必要ですと。掲示板コンパス上のボードアイコンを調べて困ってる人が、チームを編成できるように手伝ってあげてくださいと言って、で最低でも8人必要ですよということなので、まあ、進んでいけばいいのかな。でギャザーザワーカー8人なので、これがボードなのかな。ああ、なるほど。これで依頼を受けていく感じですかね。まあ、適当にとりあえず全部受けておきましょう。では、ああ、なんかもう一個話してる人いるな。さあ、この人話しかけていこう。さあ、こちらの方は何で困ってるんだ？コンストラクションなので、施工をお待ちしていました。仕事に取り掛かりましょうと。ああ、もうなんか出てるね。これを組み立てればいいんですかね。これ何が必要なんだろう。With wood って書いてあるな。wood はどこだ？材料はないのかな、ひょっとして。あ、これ何？これ、そう。ノコギリが手に入りましたね。これは石。あ、ここにありますね。よいしょ。ちょっとロープもあって、6個まで持てると。あ、んで、板にしないといけないのかな？とりあえず骨組みだけ作ってしまいましょうか。よし、OK。あ、横もいける。あ、横もそのままいけるし、何かわからん。ああ、いけた。で、他は、ああ、ロープですね、これは。よっこいしょと。あれ、つけれないな。ロープですよね。よし、いけた、いけた、いけた。さあ、ここもつける。あ、奥もですね。おーっと、なんか出たぞ。いきなり出るのか。特典ということで、ああ、なんか能力を上げることができるみたいですね。待って、まずはこれ、ロープつけるから、OK。で、この人に話しかければいいのかな？フィニッシュでコントラクションということで、出来上がったよと言っていますね。まだ話しかけるのか？なんか問題があるのかと。私の層。ああ、ノコギリがどっか行ったって。さっき見つけたやつですね。普通に置いてありましたね。おお、どっか行った。で、この人がもう、あ、8分の2になったな。さあ、この、おお、なんかびっくりした。できた。これなんだろう。プランク。プランクゲットできますね。持って行った方がいいのかな。とりあえず、なんかもらえますね。まあいいや。とりあえずまた必要になったら来ましょうか。こんな感じで多分困ってる人を探していかないといけないのかな。ちょっと見ていきましょうかね。あ、そうだ、あと、こちらですね。能力が使えますよという、これなんだ、ボディオイルス。これはなんだ、ランニング中のスタミナを抑えますよと。あ、走ってるのが長いのか。サンダル。足を保護し、快適な履き心地を実装すると。ハンディーマン。建設コストを時々スキップできると。これはなんだ？アーティスト、職人か。ホットバーにさらに多くのものを当てはめれますよと。ストロングバック。インベントリー内により多くのアイテムを運ぶことができると。うん、なんだろう？これ歩くの心地よくなるみたいなやつ。ちょっと撮ってみましょうか。で、あー、ちょっと走る速度が速くなった。ああ、そういう感じですね。ああ、またいたいたいた。この人は何だろう。どうしたんだい？家を建てるのを手伝ってくださいという話をしてますね。まあ、もちろんですよと。ここに、これかな？これ詰めますね。ブリックか。レンガですね。レンガを持っていけばいいのかな？ああ、やばい。重くなって動けなくなった。ああ、一気にいけるね。よし、あと一個だ。あと一個とりあえず積めばいけそう。OK。で、上の方は、上のやつを突っ込んでいけばいいのかな？よいしょ。で、あとは、ここと、屋根。で、ロープですよね、きっと。ロープを入れれば OK。あれ？入らない。こいつ落とさないといけないのかな？ロープ。
で、ロープですね。これでいいのかな？さあ、ちょっと話しかけましょう。さあ、これで、ああ、3人目仲間になりましたね。ということで、他にもこういう人を探さないといけない。あ、ここは進めないや。探してきましょう。さあ、道端に人がいましたね。この人も仲間になるやつだな。この人は何をしてほしいんだ？ああ、ちょっと人に押されてる。こちらは、バスケットを2階に運ぶのを手伝ってくださいよと言ってますね。よし、手伝いましょう。これですね。F でピックアップして、2階に運ぶ。あ、これか。また、場所決まってるんですね。これを運べば OK か。で、こちらも置いておきましょうか。これだけ？これでおしまいなのかな？遠く、終わったよっていうことで、ああ、4人目仲間になりましたね。あ、そしてここにも人いるや。この女の人は何をするんだ？ヘイって言ってますね。何でしょう。パピリスが必要だと聞きましたと。まだですよと。これなんか来たな。クラフトからシックルか、釜を作ってくださいかな。そして、ハピルスを伐採する必要がありますよと。ああ、なんか作らないといけないんですね。ああ、ちょっと待って、こっちにもいるな。この人はなんだ？この人は、何を求めてんだ？ブロックを崩してほしいかな？そんなようなことが書いてありますね。で、ここのハンマーをもらえばいいのかな？さあ、ハンマーを2番にちょっと装備しましょうか。はい。で、このブロックを、これか。杭みたいなやつを、ああ、打っていくと壊れると。よいしょ。ああ、杭の位置ずれた。よいしょ。よし、これでいいのかな？他ありますかね？ああ、まだいっぱいあるな。よいしょ。よし、OK。で、こいつもか。さあ、ガンガン打っていきましょう。よいしょと。はい、OK。で、こっちもですよね。よし、崩したよ。さあ、これで OK。で、とりあえずこれで終わったよということで、あ、ハンマー。今頃ハンマーの説明出るんだ。とりあえず5人目行きましたね。あとはワークベンチがどっかにあれば、ワークベンチでシックル作りながら行きましょう。あとは他に困ってる人がいないかも探していくと。あった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 。で、これで、どうすんだ？そう、あった、シックルですね。これは、持ち手。持ち手を、作る。OK。で、こいつを、くっつければ、出来上がりですね。釜ですね。あれ？くっつかないや。これじゃないのかな？合わないぞ。よいしょ。これじゃないの？あ、行った行った行った。行きましたね。歯が違うのか。歯の置くスペースがちょっとずれてるのかなんかわかりませんが。結構難しいな、これ。どういうこと？もっと真上から見たい。違う。どこだ？ちょっとがずれてますね。歯の角度が、あ、歯の角度がずれてた。はい、ということで、これで、釜の方もできましたので、3番に。装備しましょう。では、女の人に戻ってきましたね。で、これはどうしたらいいんだ？あー、来た来た来た。あー、この変な草を刈ればいいんですね。これか。よいしょ。で、これ何個かの？ 8 個。8個なので、もうちょっと。他はどこにあるんだろう？あ、ありますね。思ったよりいっぱいあるな。違う、これ8個って違うのか。これは人の数か。まあいいや、ちょっと適当に借りましたが、これで OK か？さあ、これでどう？続いては、クラフト、パピルスの巻物を作って女性に届けますと言ってますね。ということで、さっきの台を使わせてもらうか。ここですね。あ、いや、ない。パピルスの、ないな。これまた違うのかな？さあ、ということで、ちょっとわかりませんので、また進みながら行きましょうか。
パピルスでなんか巻物を作れってあるけど、それがよくわかりません。うん、他はないよね。あ、ここも一緒ですよね。あー、わからんな。まあいいや、とりあえずこれでなんかいろいろもらえるから、これももらっていきましょう。さあ、ここにももう一人話しかけれるやつがいますので、話していきましょうか。この人はなんだ？見えますかと。私は乗組員ですでに一度捨てました。そして私はここでアレルギーのある人ですと。彼らの世話をしてもらえますかということで、イエスしときましょう。キャメルズって書いてあるから、あれかな？ラクダかなんか？あー、ラクダに餌かなんかあげる仕事ですかね。ヘイってことはあれか。藁。藁を探してあげないといけないんですね。ちょっと待って。藁自分で探すのか。さあ、ちょっとこの藁もどっかから探してきましょう。ここにあるのは違う。あ、これあるや。ありますね。3つちょうどありますから、これで OK。よしよしよし。ここに置いていく。よいしょ。これで OK ですね。よしよしよし。これで何人目だ ?6 人目かな。よいしょ。遠くして OK。6人目ですね。他はどっかにいるかな。あ、この人も話せますね。この人は何人？ライト。あ、なんか、木の、あれが出てたぞ。立てる領域みたいなのが出ましたね。左上の方には指示された場所に陶器ステーションを建設します。ポッタリーって書いてあるのかな？まあいいや、これで、カノピー、あ、ポッタリーハット、これか。これですね。これを立てる。必要なものは何？必要なものは、ストーンって書いてありますね。ストーン、ない。さあ、これも、ああ、ここにあるや。これか。ストーン。ストーンを、この中に入れると。あと一個、青いところですね。これか。で、あとは、なんだ？ウッドなので、木材ですね。木材突っ込んでいきましょう。6個全部持った。よいしょ。よいしょ。これで OK か？あ、違うな。もう一個か。もう一個必要。さあ、レベルが上がってますので、能力使えますね。OK。で、OK か？さあ、作りましたよ、ということで、これで OK みたいですね。コンストラクションサイト。どういうことだろう？まあ、いいか。ここは何だろう？ああ、なんかできる。ホールド。ああ、なるほど。壺を作っていくんですね、これで。ああ、なるほど。ビョーンって。とりあえずホールドを押すことしかできませんけど。ああ、できた。これで壺ができたのかな？で、これも回収できますよと。あ、これもうやめよう。しまった。しまった。もう一回押してしまった。あ、これなんか途中でやめることできましたね。で、なんかびっくりマークは100メーター先にできてるな。あっちの方に行けということなんでしょうかね。70メーター、スタミナが切れた。牛さんとか飼ってる人いますね。50メーター。50、45メーター。もうすぐだぞ。で、28メーター。で、14、この中に入る。ああ、なんかみんな整列してる。で、Assign the workers using the leaders table. これかな？なんかに、しないといけないんですね。で、これは何？人を割り当てるやつなのかな？プラス1でできてますけど、どうなんだ？これ何に入れていいのかが全くわかりませんね。ハンマーが足りないのか。あと一人いけるって言ってますので、上の方ハンマーがあれば、いけたはずなので、ハンマーちょっと取ってみましょうか。ハンマー。スティックさん。ハンマー。こいつか。こいつじゃないのか？こいつですよね。
あ、んでハンマーができたよと。OK。で、こいつハンマーがあれば、もう一人ここに入れれますね。あとのやつは何だろう、これは。そう。あ、でももう働かせる人がいないですね。層があれば、プランクができますよと。スティック。スティックは確か持ってましたよね。スティックいっぱいあるからもういらないか。ロープとスティック、プランクはありますね。プランク、板の方が使うかもしれないけど、まあ一回とりあえずこれで行ってみましょうか。ああ、なるほど。ここで人が増やせるんだよ。ああ、荷物が置いてもらえるんですね。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ層も一応作っておきましょうか。層は作れるよと。で、必要なのに応じて人を割り当てていけばいい感じなのか。そういうことですかね。で、現在何が必要なんだろう。これで、あとは、なんだろう、デリバリーストーン。これは、なんかヘルシーミール。食事かなんかがあればこれに当てはめれるんですけど、これの作り方がよくわかりませんので、まあ、とりあえずこれでいいか。で、次はどうするんだろう。ビルドザ・カラムズ。ということで、ああ、なんかいっぱいなんか崩れてきたけど、なんだろう。びっくりマークはこっちだな。ああ、なるほど。これを作っていく感じですかね。必要なものは、ピラー。ま、こいつはこの中に入れておけば OK。これが、あ、これがピラーか。ああ、なるほど、なるほど。これさっきなんか崩れてきたやつですよね。こいつ、あ、なんかハンマーと、これなんだろう。斧がある。さあ、とりあえず、まあ、いや、これで、柱を立てていけということみたいですね。やばい、上の方届かない。よいしょ、届かん。上届かん。まあ、いっか、とりあえず下だけ行きましょうか。よしよしよし。で、とりあえず、こちらの方に、柱をつけていくと。何本 ?7 本かそこらですね。一番上がつけれないので、どうしていいんだ?よいしょ。さあ、とりあえず、この粘土みたいなやつ、ガンガン持っていかないといけないんですけど、生産してくれる人、ちょっと時間がかかってますね。よいしょと。とりあえず、ここも入れていこう。よいしょ。ああ、まだあるのか。今で5本ですね。あと3本入れないといけないということで、この粘土ができるのちょっと待ちましょうか。さあ、こちらですね。人員を2人にしたら生産の力速くなりましたね。ちょっと速度が速くなりました。これで一応柱の方をてっぺん以外は、出来上がったんですけど、これ柱、届かないな。なんか足場的なものを作る必要があるのかもしれませんね。どうすればいいんだ ?3×、これかな ?113。高さが3あるやつを作らないといけないのかな。ちょうど中間ぐらいに当てはめてなんとかしたい感じですね。これは何が必要?プランクは持ってる。プランクと紐ですね。ロープあればできると。やべ、登れない。あ、登れる。登れるけど違うな。もう一個下に何か作らないといけない感じですね。あ、ちょっと待って、パピルス。これか。これ作らなかったけど。ああ、こういうのも作れるんですね。さっきの女の人、これを求めてたのにな。作りませんでした。まあいいや。とりあえず足場を作りましょう。これでいけるかな?これを合体させてと。で、いけるかな?よいしょ。こっから登れる?もう一段必要かな?あ、登れますね。よいしょ。で、ジャンプして、はめると。OK。で、これ、ムーブできるって書いてありましたので、移動させましょうか。まあ、こいつじゃなくて、まずこっちの足を動かす方が大事ですね。
よいしょ。まあ、いっか、これでもう登れるかな？さあ、ちょっと入れていきましょう。よいしょ。はい、入りますね。続いてはこっちか。ジャンプで入れれるかな？入れれますね。ジャンプで入れよう。ジャンプで入れる。よいしょ。はい、入りましたね。これを繰り返して、1、2、3、4、あと4つやりましょうか。この中間とかでやれるかな。さあ、中間にとりあえず置いて、で、柱を2つ分いこう。この上もやらないといけないんだよな。よいしょ。よいしょ。で、こいつはジャンプでいける？あ、ギリいけるかもしれない。連打すればひょっとしたら入るかもしれませんね。これどっち？こっちからかな？よいしょ、入りましたね。あー、ちょっと強引ですが入りました。その間にこれいっぱいできてるので、あ、なんか、そっか、レベルが上がったのか。飛んでおきましょう。さあ、あとちょっとレベルの方も上げましょうか。いっぱいこれ持てるようになるっていうやつですよね。あとはなんだこれは。わかりませんが、まあ、適当にちょっと取っておきましょう。よしよし、あと1個か。あと1個作ろう。よいしょ。やばい、入らない。よし、ここかな。で、あと1個入れていきましょう。よいしょ。よし、できた。そしたら次はなんだ？ビルドザウォール。壁か。壁でを作れってことですね。これか。ウィズストーン。ストーン。今度は石ですね。ということで、石が大量に必要なので、まずこの二人を削って、ストーンにもう一人入れましょう。よし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 。で、これも溜まるので、一旦、石置き場に置いといて、後でまた、やろう。うん、ここにあるやつをまずは回収して、あ、なんか食べ物みたいなのもありますね。よしよしよし。さあ、では、壁作っていきます。ちょっと待ってよ、これ。よいしょ。ああ、これもあれか。高さが必要なやつか。高さがちょっと必要ですね。あー、すごいね。二人割りやってたら、困ることはないぐらい一気にできてる。石を入れていく。上の方も入れないといけないので、最後に上にしましょうか。あと4つぐらいか。あと4つ。いや、生産の方が早いな、消費よりも。さあ、ガンガン入れていきましょう。でもって、ここですよね。一番上まで登ってしまうか。はい、これで OK。あ、なんか、奥でも人が作ってる。この人たちも壁作り始めましたね。よし。みんなで作ろう。みんなで作るんだ。あ、なんかすげえいっぱいできてるな。さあ、ガンガン石の方入れていきましょう。よいしょと。これはジャンプでは無理か。あー、ちょっとが最後の一段無理なんですね。あ、いいな。あ、ちょっと待って、これ壁二つに分かれてる。とりあえず入るだけ入れて、後で土台を動かしましょう。うわ、石がポンって、ポンってできてますね。よいしょ。さあ、大変だな、こりゃ。とりあえず、石を積んでいく。よいしょ。いらない。よし。で、6個と、あとは上の3つですかね。これを入れる。隣の人に負けないぐらい早く頑張らないといけない。よいしょ。あ、もう持ってない。持ってないですね。ということで、次は足場の方を動かしましょうか。どこだ？3面必要なので、ここかな。よいしょ。で、石を取ってこよう。さあ、では、これで一応自分の方は終わりなのかな？
さあ、ここですね。3面つければ入るかな？入りますね。よし。さあ、できました。次に、ビルトはルーフ。これか。ここですね。何が必要なんだろう。何が必要かはわからないので、とりあえず足場だな。ああ、大変だ。超めんどくさいですね。ここで OK。よいしょ。つけたい。よし。さあ、ちょっとまず材料が何か見ていきましょうか。よいしょと、これですね。青いの。ストーン。ストーンか。結局、石ですね。石が必要と。二つしか、ああ、一個でめちゃできた。よいしょ。ああ、失敗した。失敗した。ジャンプ失敗しましたね。よいしょ。連打が足りない。F 連打。よし、入った。で、一個入れると結構な量できますね。続いてはここですね。どこだろう。こんな感じで置いとくか。さあ、回転させて。よいしょ。さあ、石の方取ってきましょう。よいしょと。さあ、これで、屋根は、なんだろうか、一列作る感じなのかな？あ、やばい、これ。やっぱりか。なんか足場の向き間違えましたね。いけるかな？引っかかりませんよね。しまった。ということで、一旦こいつを、回転だな。足場の中、斜めに梁が入ってるような場所に足をかける感じだと思っています。よいしょ。さあ、これで入れる。あ、こっち側ない。入れるの場所一箇所しかなかった。よし。じゃ、ジャンプで強引に入れましたね。OK。一旦下ろしましょう。さあ、で、これを、次はこことここを両方かな。とりあえず入れると思うので、ここに立てましょうか。よいしょ。何個で ?4 つとりあえず持っていって、ここですね、まず。入る?よし。で、ここですね。ここもいけるだろう。よし、OK。で、角っこか。一旦置いて移動しましょう。これを、そしてこの隣にきっと行くんでしょうね。あ、大丈夫ですね。で、ここからだと2箇所行けそうなので、これで OK。石が何個必要なんだろう。とりあえずここから持っていきましょうか。いや、大変だな。さっきの人たち手伝ってくれないんですね。よいしょ。で、2箇所ですね、やっぱり。で、ここもきっと2箇所なので、2箇所合う場所を持っていけば OK と。よいしょ。隣と、よいしょ、ここだな。これで OK ですね。よし。さあ、入れていきましょう。よいしょと。ああ、一気にできた。一気にできたよ。そしたら続いては、リポートトゥーザマネージャーなので、建設現場の人に話しかける感じですかね。この人に話しかける。次は何だ？いや、ピラの説明今出るべきじゃないと思うんだけどな。違うのかな？他はないな。左上のタスク見ると、チョップザ、なんだろう。なんとかを斧で壊す。こいつか。あ、なんかちょっと待って。これもなんか新しいのもらってますね。これなんだろう。アックスで2つ壊せ。これをちょっと見てみましょう。なんだろう。こちらの方は、あ、斧で足場を壊しますと出てますね。あ、なるほど。これ、壊していけばいいのか。連打は効かないぞ。やばい。一発振ったら、なかなか触れない。スタミナとかそういう問題ではないのか？
違いますね。なかなか触れません。あー、崩れた崩れた。これで OK。で、続いては、これはなんだ、ホルス像を彫刻します。4番のやつかな。うんで、あー、この変なやつか。こいつか。もうなんか、キャラパキみたいな感じで。割れ目が入ってますね。うん、とりあえずぶったたけば、周りにくっついてるのが、取れると。刀抜きみたいなやつな。よいしょ。で、この背中もか。で、この上も削っていく。よいしょと。ここもかな。あ、チロリンって言ったので OK ですね。続いて、なんだ、ストーンベンチを6個。こいつかな。ちょうど6個ありますね。あ、これも削っていくタイプですね。よいしょ。で、1つ終わった。よし、端からやっていけば、綺麗に割れていくな。よし、2つ目おしまい。よいしょ。よし、3つ目終わりましたね。逆サイドもいきます。よいしょ。よし、さあ、これで OK。よいしょ。はい、OK ですね。あと1個ベンチを作れば OK。よいしょ。よし、できたぞ。さあ、そしたら、トークトゥーザプリースト。そして、エンドオブザデモということで、あ、デモこれで終わるのか。で、さっきの監督みたいな人に話しかければ終わりかな。さあ、この人に話しかけていきましょう。できたよと。ああ、で、この、遅いですね。さあ、説明が遅かったですが、ああ、できた、できた。神殿が完成しましたよということですね。さあ、途中はなんか人手伝ってくれてましたが、途中から何も手伝ってくれなくて、ああ、なんか後ろにピラミッドが出来上がってきた。はい。ああ、ということでおしまいですね。まあ、ちょっとデモ版のトレーラーとかでは、ピラミッド本当に石を運んで作ってるような姿が出てましたが、まあ、それは今回は見れないみたいですね。もし興味がある方は動画の概要欄の方に詳細のリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.